どうも、ラムチンでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを育ててみました。義経ですね。ペルソナシリーズでも大好きなキャラクターの一人なんですけども、今回はちょっとレベルが低めに設定されてますね。いつもは60か70ぐらいだったと思うんですけども、40ちょっとと結構低めなんですね。で、ステータスですけども、力だけ999にしております。他はまあ、ある程度のところまでっていうところですね。で、義経は、運を上げなくていいっていうところが、かなりいいかなと思います。スキルの発想飛び、これがクリティカルが確実に出ますので、運が必要ない。それがいいところですよね。で、スキルはこんな感じにしております。発想飛び、そして、プレロマを2種、会心先進、そして奈落のマスクに、残りは耐性系を3つ入れております。もしくはこれ1つ削って、不屈とかを入れてもいいんではないでしょうか。で、ユニークスキルの弓流し。これはね、あんまり使えないかなと思うんですよね。プレスターンの時に、自分が消費した場合、次の味方ターンの時にアイコンが一つ増加する。ちょっと意味がわかんないんですけども、なかなか発動しません。まあまあ、ないに等しいと自分的には思っております。では、早速戦っていきましょう。それでは連続戦闘行ってみましょう。難易度はノーマルの創生でやっておりますね。まずターンダバを入れて防御力を下げます。で、発想飛びやっていきます。これぐらいダメージがありますね。敵の耐性はありません。一発大体1000ですね。なので、ダメージは8000ぐらいとなっております。思考の魔弾とダメージはね、ほぼ変わりません。魔弾と変わらないダメージを、若干高いか。出すことができます。やっぱりね、確定で、クリティカルっていうところがものすごくいいですよね。まあ、思考のマダンも、殺しを入れると、まあまあ、ほぼほぼクリティカル、90%ぐらいかな、それぐらいにまではなるんですけども、まあ、100% のクリティカル率ということで、すごく使いやすい。まあまあ、万能属性ではないんですけどね、万能属性ではないんだけども、いやいや、これは、すごく使いやすい。はい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 、まあ、むしろ弱点があるやつだったらダメージがね伸びますからね。はい、次。発想飛びあれだ、全体じゃないので全体にランダムなので、こういう3体敵が出てきた時とか、こういう時にはね弱いんですよね。敵が1体の時は強いけども、こういった時はちょっと他の技の方がいいです。となると何か物理系の全体技を入れてた方が、いやいやいや、あまりなんか多くを入れない方がいいですよね。多くを入れずにもう発想飛び1本で勝負していった方がダメージ伸びやすいですからね。間違いないかな。 OK、 締めまーす。これ強いかな、弱点だ。ではラストいきまーす。で、物理の耐性がないやつって結構多いですもんね。物理耐性は結構ないやつが多いので、発想飛びはやっぱり使いやすい。もうちょっとね、技を派手にしてくれればもっと良かったかな。ちょっとシンプルすぎますよ。はい、ということで今日は義経でした。スキルの発想飛びが本当に強いですよね。確定でクリティカルが出ますので、会心先進との相性が抜群です。物理系の最強キャラクターは、もう義経かオーディン、もうこの2体どちらかかと思うんですけども、どうでしょうか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。